生検で払うの？はい、スイカで払うんじゃなくて、スイカで払おうと思ったのか、整理券で、あ、いいですよ、整理券で、はい、はい、ご乗車ありがとうございます。お待たせいたしました。発車いたします。お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。このバスは大工町千葉県福祉会館前明光大学入り口経由水戸医療センター行きでございます。次は一条坂、一条坂でございます。東大医学部統計上司、偏差値40からの逆転合格なら授業をしない武田塾、筑波茨大も武田塾です。安全運転には十分注意しておりますが、やむを得ず急ブレーキをかけることもございますのでご注意ください。はい、ご乗車ありがとうございます。お降りの際、運賃箱に整理券、運賃手入れていただきます。お釣りの方、お釣りが出てまいります。IC の方、チャージ、一千円札からできます。一千円札、一千円札、一千円札のチャージでしたら可能でございます。はい、乗車時にタッチしていただきました。お降りの際、こちらタッチしていただきます。整理券になります。はい、動きます。はい、チャージ、お降りの際で結構でございます。チャージは、お降りの際で走行中の両内座席移動付近を伴います。ご遠慮、ご協力願います。動きます。天井前方面、水戸医療センター駅でございます。水戸医療センター駅でございます。天井前方面でございます。
口委員会へおいでの方はここでお降りください。更年期障害、子宮関係、空心、肺炎球菌ワクチン、インフルエンザ予防接種など受け付けております。お気軽にどうぞ。はい、一応医療センター駅でございます。お待たせいたしました。一応医療センター駅でございます。以上、医療センター駅でございます。県庁前方面でございます。千葉山、千葉坂上方面でございます。県庁前方面、水戸医療センター駅でございます。お待たせいたしました。水戸医療センター駅でございます。水戸医療センター駅でございます。県庁前方面でございます。お待たせいたしました。水戸医療センター駅でございます。
曲がります。左です。はい、雷神前でございます。止まります。はい、お待たせいたしました。医療センター駅でございます。
忘れ物持ち物が去らないよ。はい、お疲れ様でした。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。
はい、お待たせいたしました。医療センターでございます。県福祉会館前でございます。県福祉会館前でございます。県福祉会館前でございます。